レイノルズ怒りのホームラン。行きました。やったーレイレイ。おーおーレイレイに一発。やっと助っ人らしいの出たわね。これがシーン、カープ打線ですか。ねい。美しい。地味にむずいとこやな。低いのうまく打ってるわね。レイノルズ、いいじゃんね。レイノルズ便利すぎる。シャンシャンとレイレイってパンダみてえだな。逆方向には流し打ちで対応できるし、ケースバッティングもしっかりしてて、インコースは強引に引っ張れる。現状穴らしい穴がない。しっかり引っ張りで長打出せるなら心配いらんので頑張れ。レイノルズ期待できそうで、 A はね、サード中心だろうけど複数ポジできるのもありがたい。橋ともりはかなり頼れそうやなって思えてたとこにホームランも出てくれりゃ大ポジや。レイノルズがサードを埋めてくれるなら6割くらい悩みがなくなるんだよな。堂林もしっかり取ってくれるから安心感すごい。カープのサード埋まる。ご視聴ありがとうございました。